ジョン・フィンは、アメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦の63番艦、イージス艦に分類される。艦名は、太平洋戦争中の真珠湾攻撃で重傷を負いながらも、重機艦銃で日本海軍機を攻撃し、名誉勲章を授与したジョン・ウィリアム・フィン海軍中尉に、ちなむ。ジョン・フィンは、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造され、 2013年11月5日に、退役軍人であるジェームス・ G ・スタフリディス、元海軍大将とその夫人の立ち会いの下に寄港され、2015年3月28日に浸水した。2015年5月2日に、インガルス像戦所内でスタフリディス、元海軍大将夫人により命名された。真珠湾攻撃から75周年にあたる2016年12月7日、海軍に引き渡され、 2017年2月18日には乗組員が着任し会場公務を開始。2017年7月15日にハワイ州真珠湾にてハリス太平洋軍司令官の臨席の下、収益した。2020年11月17日、ハワイ北東海面上の本館からマーシャル諸島クエジェリン館省の実験施設から発射された。 大陸間弾道弾に見立てた飛翔体を人工衛星システムからの情報に基づき SM-3 ブロックイヤーで迎撃し飛翔体を破壊した。これは日米共同開発の前段のロケット直径を21インチに大型化するなどした SM-3 ブロックイヤーにおける初の ICBM も議標的に対する実写テストで成功を収めた。 2021年3月10日、開かれたアジア太平洋への関与を示す一環として、台湾海峡を通過したと第七艦隊が発表した。ありがとうございます。